清光へ。そばにいられなくてごめん。体調どう？良くなっていってる？しんどいとか少なくなってきた？こっちは最悪だからしっかり寝てるよ。ねえ、良くなったらさ、何したい？ずっと見えないからちゃんと顔見たいかな。カシュー君、大丈夫？大丈夫。食材切るよ。僕？なんでもない。ちゃんと休んでる？休んでるよ。平気だってば。ウリュウ先生呼ぼうか？やめて。そう。大丈夫だからさ。そっか。次の準備しよう。うん、わかった。行こう。みだれ兄さん、つけました。一緒に窓拭きしましょう。やだ。ダメですよ。やだ。なんでですか？だって水冷たい。そんなこと言っても手が痛くなる。掃除だって僕たちの大切な役目です。いや、やりましょう。やだ。ちょっと逃げないでください。やだ、やだ。すごい悪力。大志郎だ。おにぎりお弁当に入れてたね。ハンブルパイ。
パイ焼けました。アップルパイ。東四郎と言います。みだり兄さんと同じ慌てしの刀です。うん、私は私の妹のみんちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アップルパイ、あったかいやつも食べてください。ありがとうございます。はーい。大人だね。一二の真似。一二の真似だ。そうです。冷めないうちに食べちゃいましょう。食べる。はい、いただきます。いただきます。アップルパイ、アップルパイ、アップルパイ。おいしい。おいしい。よかった。切れません。頑張って。できたくぞ。私も切れない。私も食べよ。あー、お、おいしい。さすがお姉ちゃん。私も切れないよ。おいしいです。ねえ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 、うまい。たげきりさんとひだまるさんは遠征中だから、で僕が全部食べちゃおう。ダメですよ。ね、また作りましょう。作る。いいな、お姉ちゃんのアップルパイいつも食べれて。うーん、羨ましいでしょ。羨ましい。よく寝ているね。そうだな。ほら、甘いんじゃん。少ない。結界の張り直し変わったわ。よく寝てるのね、二人とも。柔らかい。ダメです、ヒゲキリさん。ありゃ、僕じゃないのに。いつも紹介かけるからだぞ、兄者。変えた方がいいかなと思うんだけど、どうかしら。うん、そうだね。やっぱり、機能力が高いかな。あー、うーん。あー、遊ぼう。今仕事してるの。もう待ったよ。いっぱい待った。ほら、もうちょっとだけ待ってくれる。やだ。嫌なの。やだ。後でアップルパイあるんだけど。アップル待てる。僕のもあげるよ。ごらんよ弟。なんだ。まだ雨が止まないんだ。そうか、先ほどみだれが遠足だと言っていたな。そうなんだよね。そう、原っぱに生えているお花で一緒に花冠を作ろうってお話をしていたんだ。それはいいな。そうなんだよね。早く止まないかな。ところで兄じゃあ、先ほどから休憩に入って何刻経ったと思っているんだ。まあ、細かいことは気にしない、気にしない。まあ、お茶も家臣が入れてくれたことだし。ああ、美味しいな。いただこうかな。そういえばね、この前、わたあめというお菓子を食べたんだ。わたあめ。そう、こう、ふわふわの、もこもこ。ふわふわ。甘いお菓子なんだよ。何の話して
してるの？おハルジ、この前食べた綿あめというお菓子のお話をしていたんだよ。美味しいよね、綿あめ。そう、ピアスの髪の毛みたいにすごくふわふわしていたんだ。これはふわふわだな、お兄ちゃん。そんなお菓子があるんですか？そうなんだよ。わー、びっくりした。びっくりしたよ。驚いたか。驚いたぞ。生まれてるんでした。じゃあ僕も一緒に手伝うよ。一人で大丈夫です。それが起きた。起きた。起きた。また見つからなかったのか。今日は唐揚げだ。やったー、鶏ももジューシー。僕、後で行きます。え、よう行こうよ。先にお風呂に入りたいので。でも後で僕と入ればいいんで。ほこりを早く落としたいから。でも寒い。それじゃ。え、起きた？大丈夫か？アニちゃん、そんなに夜中に食べると胃もたれしないか？大丈夫だよ。後からおかわりするからよろしくね。え、そうなのか。そうだよ。あ、はい、大丈夫。お、おや、あわたぶちの、いいだれとお城だ。それだ。ご飯がまだ残ってるの？あ、残ってるぞ。食べるんじゃないのか。あのね、うん、秋田が夜ご飯食べてないの。そういえばそうだったな。昨日もだったよね。うん、それはちょっと心配だね。だからさ、何か秋田に作ってあげようかなって思って。うんうん、いいんじゃないかな。何がいいかな。そうだな、一番好きなものを作ってあげるといいんじゃないかな。僕の好きなのはキュンってなったおにぎりが好き。じゃあ今からそれを作ろう。じゃあ何入れようかな。あ、これにしよう。ビンゴー。ん？コロナ終わったー。バナナ。どうぞ。バナナ。何か。あ、チョコレート3つつけた。生クリーム。あんずこない。今日のお昼で使い切ったと聞いているよ。まいっか。生クリームなくたってチョコレートが入ってたら美味しいもんね。そうだね。どんなの作ろうかな。こんなの作ろうかな。いいんじゃないかな。バナナを半分入れてみるとか。ハニちゃん、ご飯ある？あ、そう。お、上手に作れた。秋田喜んでくれるかな。あった。
うぞ。ねえ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 、元気の出るもの作ってきたんだ。何ですか？あのね、いりません、お腹空いてないんで。ごめんなさい、僕もう寝ますね。おやすみなさい。今少し時間いいかい？どうしたの？乱れ藤四郎が先ほど秋田藤四郎におにぎりを作りに来たんだ。でもきっと食べてもらえないだろうから、主から少し話をしてあげてくれないかな。うん、秋田ね、最近ちょっと気になってたのよ。他の刀たちも心配しているよ。ありがとう、ひげ切り。ちょっと秋田のところ行ってみるわ。うん、よろしく頼むよ。秋田、ちょっといいかしら？はい、どうぞ。入るわね。ごめんなさいね、寝るところだったでしょ。いえ。よいしょ。ねえ秋田、ちょっとお話いいかしら？はい。最近どうしたの？何か気になることでもある？いえ。みんな心配してるわね。主君、ごめんなさい。僕刀剣男子失格です。どうして？僕幸せです。今すごく幸せなんです。この本丸で主君と出会えて、兄弟たちに囲まれて本当に幸せです。でも幸せになればなるほど考えてしまうんです。どうして実末様は幸せになれなかったんだろうって。あなたの元の主ね。はい、実末様は遠く離れた伊勢の地に流刑を命じられ、そこにある栄照寺で30年余りの間幽閉されて、そのままお亡くなりになられました。だから僕はこの本丸で兄弟やみんなに囲まれて幸せになればなるほど考えてしまうんです。どうして実末様はあんなに寂しくて悲しくて苦しい人生を歩まなければならなかったんだろうって。こんなこと考えちゃダメなのに。だから僕は刀剣男子失格なんです。大丈夫。ありがとう秋田、教えてくれて。一人で悩んで辛かったのね。ねえ秋田、知ってる？実末様がいられた栄照寺、今も実末様が使ってたものが残ってるそうよ。物っていうのは大切にしなきゃ残っていかない。大切にしたって残らないことだってあるの。それがどういうことだかわかる？それとね、実末様の監視を命じられてた住職さん、大層な知識人だったそうよ。実末様と一緒に歌を読んだり、書を交わしたり。実末様、きっと穏やかな人生を送られてるわ。秋田、たとえね、
マに親しい人でも。かわいそうだな。もっといい人生を送ってほしいなって、そう思って歴史を変えようとすることはとても危険なことなの。どんなに苦しくても、悲しくても、寂しくても、歴史は守らなきゃいけない。その中で生きた人たちの意志を大事にしていかなきゃいけない。礎となった歴史を守らなきゃならない。わかるわね？はい。みだれ、そこにいるんでしょ？バレた？もうそんなとこにいないでこっちに来なさい。飽きた。食べない？食べます。僕の大好きなの全部入れたの。入った。ちゃんと後で歯磨きしないと虫歯になっちゃうよ。ありがとうございます。いただきます。大丈夫？みだれ兄さん、何を入れましたか？リンゴとチョコとチョコバナナ。たくさん入れたわね。食べにぎりなの。おいしい？みだれ兄さんも一口どうぞ。いいの？いただきます。あーお、みだれ兄さん、おにぎりには入れていいものと良くないものがあります。わかりましたか？痛い。みだれ兄さん大丈夫ですか？痛い。仕方ないですよ、重症だったんですから。少し起こしますね。やだ。ちょっとだけ我慢してください。僕に捕まって行きますよ。せーの。ついたよ。みだれ兄さんにいいものを持ってきました。何？やげん兄さん特製の薬湯。飲んでください。苦くないですよ、きっとね。ちょっとだけでも飲んでください。よし、あとはゆっくり横になっていてください。してください。僕これからアップルパイの仕上げに行ってくるので。アップルパイずるい。しょうがないですよ、みだれ兄さん重症で腸まで飛び出したんですから。まずはおかゆからです。それに主君の妹君が来られています。後でこちらに来てもらうように言っておきますね。言わずにゆっくり休んでいてくださいね。みだれ兄さん、今はゆっくり休んで早く治して主君と妹君にお会いしましょう。じゃあしばらく休んでいてください。またすぐに来ますから。ああ痛い。
丈夫よ。お腹に穴が開いちゃったんだけど。全然大丈夫じゃないよね。でもね、もう表面はくっついてるから、会いたがってたから後で会いに行ってあげて。うん、私も会いたいし。結果どうだった？合格だったよ。よかったー、ありがとう。これで春から女子高生だね。そんなの。部活どうするの？部活はまだ決めてないんだけど。そっか。彼氏さんは？彼氏は同じ高校一般受験で行ってたけど、あれ、お姉ちゃんなんて知ってるの？だってみーちゃん最近可愛いんだもん。皆さん、ワッフルパイ行きました。ありがとう、あきた。みんなで食べましょう。おいしそう。あれ、お姉ちゃんの作ったやつと違うね。今日はあきたが焼いたの。おいしそう。ね、まだまだです。でも線はいいと思うから、もっともっと美味しくなると思うよ。よし、じゃあ、はい、いただきます。いただきます。僕のとっておきの隠れ場所ですから大丈夫です。
飽きた。僕もみんなと戦う。ダメです。ミナレ兄さんはここにいてください。アルジさんの盾ぐらいにはなれるもん。ミナレ兄さんの最後はここじゃない。ここで隠れていてください。どんなに苦しくてもどんなに悲しくてもそれが僕たちの生き様です。だからミダレ兄さん、ミダレ兄さんが作ってくれたおにぎりとても嬉しかったです。あ、でもおにぎりにチョコレートを入れるのはダメですよ。それじゃあ、状況把握をする。ドクターさんと以前は破壊された統計の確認を。ドタヌキとコテキリゴとチョウギはハビジの状況把握を頼んだ。チョウギ、勝手な真似はしてくれるなよ。おい、勝手に行くな。次行こう。彼を頼んだ。分かった。ハクさん、どうした？河川、いる。かすかに気配が。こっち。分かった。ついていこう。こっち。おい、どこだ？おい、誰かいるのか？君はいましたか？ミダレがいる。大丈夫か？授業中だったのか？君だけでもよかった。みんなは？すまない。僕たちが来た時にはもう。おい、単独行動禁止だ。君たちが俺についてくればいいだけの話だろ。指示に従えないなら帰るか。さすがに目に余る。規制団地はどこだ？救難信号は西の奥の部屋から来てる。行くぞ。ダメだったか。翡翠の本丸主は4年前に助けてるんですよ。ああ、くそ。はい、こちら小手切り、こちら白さん。東館の星の部屋、この物置部屋にて手入れ中だったと思われる乱れとお城を発見。え、乱れが？おい、くそ、そうだ。将棋が飛び出した。確保する。
だね。大丈夫か。死んでいるぞ。やめたべ、やりすぎだよ。こいつには見せなきゃわからない。こっちも見てみろ。源氏兄弟だってあそこに飽きた投資なんて折れているだろう。いくらなんでもやりすぎだ。言うことも正しいんだ。君は政府で保護をする。ことを言ったってお前言ったところで命だ。落ち着けよ。長男、もうやめろ。みんなと一緒に僕も戦う。だからそれはできない。おい、そんなことを言ってお前歴史を変えるつもりだ。そんなこと許されると思ってるか。ふざけるな。もうそれが許されると思ってるのか。もうやめろ。お前いいのか、歴史を変えられても。主さん、主さん言ってんだ。ふざけるな。お前は何を考えてるんだ。うざいとかやめろ。うざいとかやめろ。ふざけるな。あいつは嘘つきだ。全然嘘つかんだよ。許されてはいけない。大田抜き白山殺せ。あいつを止めないといけないだろう。ああそうだよ。あいつを、あいつを止めるんだ。君は何のためにここに来た。君は特別だろ。話せ。あいつは許されないんだよ。歴史を変えるって言ってんだぞ。貴様は許すのか、あいつは。長期中さんかも。長次よ。やめろ。おい、話せ。落ち着け。話せ。何するんだ。やめろ。押さえて。やめろ。おい、落ち着け。やめろ。君のためにもあるんだ。やめろ。話せ。俺は、あ、やめろ。俺は少し落ち着いて。俺は私じゃない。山本源氏だ。違う。落ち着いて。違う。やめろ。話せ。話してくれ。やめろ。押さえな。もうちょいずつ
こちら二愛風止水本丸全開、主は死亡、生存者は乱る一人のみ、重傷の手入れ中であったと思われる。情緒不安定要素が見られるため白雪への措置が妥当と思われる。合わせて特務室長に錯乱状態になったため鎮静剤を投与した。白雪への一時再入所を要求する。どんなに苦しくてもどんなに悲しくてもそれが僕たちの生き様です。だから人の努力を笑ったこと自分は努力しなかったこと大切な時手を抜いたこと最後の最後で諦めたこと弱ってる時無理をしたこと強がりを偉いと勘違いしたこと人の弱さを僕たちはみんな多かれ少なかれここで生きるに至る経緯がこんなところになって意味がない。この状態で特務なんてできないでしょ。やめる。特大切りは新元首としての適性高いよ。知ったようなこと言わないで。歯がいいものだな。あまり無理せんでください。でもさ次こうなったら絶対に。それが守れないのなら本気で保護室に入れます。ずっと